2021年9月9日木曜日19時半の番組です。視覚障害者への囲碁入門講座第65回が始まります。皆さんごきげんよう。司会の柿島光晴です。ごきげんよう。アシスタントの足利幸子です。アシスタントの菊沢です。ごきげんよう。ああ久しぶりに始まりました。先週休み、そう先週お休みになったので2週間ぶりの放送ですね。そうですね。それからあとお分かりの通り今日はちょっといつもいる上田さんがお仕事の関係でいらっしゃらなくて、代わりに足利幸子さんにアシスタントをお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。足利さん2回目ですよね多分ね。アシスタントをしていただくの、そうですね、2回目ですね、うん、はい。あれからだと足利さんね、自分の番組を放送開始したりとかいろいろあったんじゃないですか。本当にいろいろなことがありましてね、なんかすごく目まぐるしく変わって9月になったって感じなんですね。番組やるよねって変わると、なんかやっぱりアンテナを張ってネタを探すとかそういうことないですか。そうですね、なんかミラクル TV 自体も視聴することが増えて、他の方はどんなことされてるのかなっていうのも興味が結構湧いてきましたね、うん、あ、そうですか。すごいすごい。僕もやっぱり、まあ、65回もやってるとネタを探したり、ネタを探すの諦めたりってい う, こうバイオリズムがあるんですけど諦めたりっていうのが面白いですね。いやもうないやと思って、今週ないわっていうのあるんですけど、今週はねちゃんとあるんですよ。あるんですね。はい。実は去年の10月にとあるワークショップに出まして、でそのワークショップがお味噌を作るっていうワークショップだったんですね。お味噌？はい。まあ味噌、こうきゅうりとかにつけて食べる味噌ですね。あ、あの味噌汁の味噌。味噌汁の味噌です。おお。で参加者、まあ、30人ぐらいいたんですけど、皆さんそれぞれで自分の味噌を作るっていうワークショップなんですね。もう材料は全部用意されていて、あとは自分の手でこねるだけっていう。材料って何ですか。材料はですね、僕が記憶してる限りだと大豆とあと麹、はい、あと塩がいくつかちょっとあったかな。でも基本は全部もう用意されてて、あとはたらいにそれぞれ順番に入れて自分の手でこうこねるっていう。はあ、たらいってあの大きいたらい、普通のっていうか。いやそういうなんかドリフのなんかあれですよ、激励で怒ってくるようなたらいじゃなくて、もっと小さい、ちっちゃいサイズのたらいにそれぞれのこう味噌の材料を入れて、でもちろん手をねこう綺麗に消毒した後に手でこねるんですよ。それで、まあ、真空パックのように空気を全部抜いた状態に袋に入れて、それで保管しておくと。で去年の10月ですから、で5月には食べれるよって言われたんですけど、これはちょっと僕の名誉のために言いますが、決して忘れてたわけじゃなくて親にこれあんたいつ食べんのとか言われて出したわけじゃないんですけど、先週出したんですよ。そうすると3ヶ月以上長くなった。そう。あ、熟成させたわけですよね。あえて熟成させました。で一応作り方の中に、あ、袋の中に作り方も書いてあって、で発酵していくので中で空気がね膨らんできたら空気はその都度抜いてくださいって書いてあったんですよ。で僕のやつはなぜか全然膨らまなくてそのまんまの状態だったんですけど、まあね、味の前にちょっと言わせていただくと、このワークショップの司会者の人が言ってたのが、みんな自分の味噌が美味しいって言うんです。それはただその自分が作ったか精魂込めて作ったからその愛着があるとかじゃなくて、
自分の手についているやっぱりこう付着している微妙な菌が、はい、そこの味を変えるんですって発酵して。あ、だから同じ材料なのにみんな味が違うんですって味噌。すごい深いじゃないですか。いや僕だからねこれは面白いなと思ってね、うん、早速その味噌の味が分かりやすいっていう、まあ、モロキューっていう、まあ、生のキュウリに味噌って食べたんですけど、うん、まあうまいね。いやワークショップの司会の人が言ってたからどうせ多分まあ なんていうのかな、あのリップサービスでそういうこと言ってんのかなと思ったんですけど、いや本当に、はい、本当に自分の味噌で自分で作った味噌は美味しいと思いますね。これは作った人にしか分からないっていうか、まあ、なんかちょっとそう食べてみたいなと思うんですけど。どうでしょう、すごいいいですね、堪能したんですね。じゃあ、はい、で僕別に味噌屋のスポンサーがついてるわけじゃないんですけどこの番組。ね、Amazon で調べるとちゃんと手作り味噌セットって売ってるんですよ。へ、もう全部材料用意されてて、うわ、ですのでもしご興味がある方は手作りお味噌セットとかでこう検索していただくといろいろな商品がヒットしますのでチャレンジしてみてください。本当に味変わりますから。そうなんですね、うん、こねるだけだから誰でも一緒じゃない。そうそう、一緒ですよ。だから味が違うのよ、味がね、うん、味が違うのという、まあ、味噌話でした。手前味噌でした。これがねオチで言いたかっただけなんです、すいません。失笑ありがとうございます。ということでですね、今日はそうこんな話をするよりもやっぱり早速ゲストをお呼びしたいと思いますので、お呼びしたいと思います。もう実はですね今日のゲストは、まあ、僕がよくゲストをお呼びするときはよく言うんですが足を向けて寝られないぐらいお世話になってるというゲストのお一人でございまして、もう10年以上前からですね、囲碁を、まあ、学ばせていただいている方のお一人でございます。では今日のゲストは村瀬夏さんです。どうぞお入りください。ミュート外してお入りください。皆様ごきげんよう、村瀬夏です。皆様ごきげんよう、村瀬夏です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日いつもね普段柿島さんのことカッキーと呼ばせていただいてるんで、今日はカッキーで行かせていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ここの番組入るときにね、ごきげんようで入ると聞いて、人生の中でごきげんようなんて上品な言葉使ったことがなかったんで、そこからしてハードルが高いとか思ってたんですが、はい、この言葉が、ね、自然に言えるようになるような人間になれるよう挑戦していきたいと思いました。なんか番組終わっちゃうような感じですけど、いやまだ始まったばかりですから。そうなんですね。いやもう今日もそれだけでいいんじゃないかなと。あとなんかねお味噌の話もとずっと聞きたいなぐらいに思っていたんです。ありがとうございます。ぜひ味噌作ってみてください、村瀬さん。なんかこうやはりその方の温度だとかね、こう金っていうとなんかこうバチク感じ、こういうねご時世だからちょっとなんか変な言い方ですけれども、でも本当に手のついた金が味に影響を与えるらしいですね。きっとそうでしょうね。それがその人にとっての味というか、ね、近いものになるんですかね。うんうん、まあ、囲碁もねやっぱり棋風って言ってその人の打ち方のこう癖っていうか、ね、性格が出ますし、これもまた面白いところですよね。そうですね、いろんな方のを食べてみてあれですかね、やはり気が合う方の方が美味しかったりするんですかね。ああどうなんですか、意外に気が合わない人が美味しかったりするの面白い。あるかもしれませんね。でそれ味噌から入って、あこの人いいかもって思うかもしれませんしね。なるほど、じゃあ味噌合コンとかやったら面白そうかも。そうです、ね、ありかもしれません、ね。はい、まあそんな、今囲碁のインストラクターという紹介でも大丈夫なんですか。はい、そうですね、インストラクターとしてもう各地で教えさせていただいております。まあ、教えてるというよりも教わることばかりですけれどもね。ああそうですか、いやいやでもすごいお強いですからね、うん、いやいやいやもう本当にちょっとしたことを教えて多くのことを教わって帰るみたいな、本当に日々そんな感じです。なるほどね、なるほど。
やもうすごい、そのお言葉聞ただけですごいお腹いっぱいになっちゃいそうなんですいやもうカッキーにだってもう教わることばかりで、いやもうこういった番組を立ち上げるというだけですごいなと思って、ね、なかなかズームができないでいたのに、えカッキーは何そんなにどんどん前に進んでるのとか、いや僕もでも本当に皆さんに教育してもらってですからね、本当に皆さん持ちつ持たれつでやってますけれども、そんな村瀬さんですけれども今年ね、全国女流アマチュア囲碁選手権準優勝という華々しい結果を出されて素晴らしいですよね。何回ぐらい今まででこの女流アマはチャレンジしたんですか？ですね、入団試験を出なくなってなんで、はい、プロ試験出なくなって、そうですね、プロ試験を打たなくなってから出したんで、まあ、15回かな。ただでもその中でですね、2回ぐらい、東日本大震災の時と、はい、あとコロナの影響で2回中止だったことがあるんですよね。あ、大会自体がじゃあやらなかった、大会自体が、ね、はい、まあ、あと、東日本大震災の時は予選はあったんだけれども、うん、大会の本戦が3月だったもので、3月の半ばだったんで、その前にちょっと中止が決まってしまったと。予選が2月だったんですよね。それぞれの県の代表は出たけど全員それは打たないでそのままっていう、打たないでそのまま、まあ、もうこれは本当にしょうがないと思えたんで、うん、はい、僕はそういう大会の、まあ、トップレベルの大会のそこ空気はあんまり知らないんですけれども、やっぱり皆さんこうすごい決勝戦とかそういう時間ってピリピリするんですか？そうですね、やはり全国大会もベスト、全国大会に出るだけでやはり予選の時とでもどちらもまあ空気は違うんですが、うん、ただベスト8に残ってからだとまたちょっと空気が一つ重くなるようなそんな感じはありますね。あ、そうですか、はい、相手からの入団試験に打ってた時と、うん、空気とちょっと似てるかもしれません。あ、そうですか、はい、でもみんな必死になって打つっていう、そうですね、それ空気が伝わってくるんですね、はい、そうですね。ただでも同じ全国大会でもですね、はい、結構私以前団体戦で都市対抗戦というものに出させていただいたことがあるんですけど、うん、もう日本各地の、ね、全国の女流のこのアマチュアのこう会、いろんな会を持ってらっしゃるその会の人たちが集まってなんですが、またすごい華やかというか空気が何ていうか青と赤ぐらい違うんですよね。今までは青しか知らなかったけど、そうですね、青しか知らなかったけどこの方たち赤で打ってるっていうぐらい空気が全然違くて、なんだどっちがいいとか悪いとか皆さん一生懸命なんですよ、一生懸命なんですけど、こんな世界がありましたかっていうぐらい、カルチャーショックですねそれ。団体戦になるとね、その自分の勝利よりもこうチームの優勝がかかってるから、また気持ちが違いますよね、持ってる重みというか。そうですね、また男性だけの、まあ、だけのということはないですけれども、うん、男性が主体としたような団体戦とまたちょっと違うんではないかなと、やはり会場中ほぼ全員女性ですからね。ああ、そうなんですか。そうなんですか。何人ぐらいいらっしゃるんですか。ですね、多いとね800人とか集まる。すごい。会場中に800人の女性ってなかなか見ませんからね。すごいですね。大体こう立ち会い人の棋士の先生方も大体びっくりしちゃされますね。へえ。女性に囲まれたことはありませんから。そうですね、なかなか、ね、そうなんだではないので、はい、うん、それはまたねこうまた違った大会の空気感だと面白かったです、うん、はい、普段は村瀬さんは囲碁をこう人に教えたりもしてるじゃないですか、はい、インストラクターっていうのはね大変いろんな仕事をしてると思いますけど、全部囲碁につながってますよね、うん、そうですね、もうおかげさまで碁しかできませんので、もう碁に、うん、ここだけでこんなにね、こう社会生活が送れるのかと思うぐらい、うん、はい、本当にもうほとんどの方が碁を通じて知り合った方たちばかりなんで、素朴な質問で、なんか毎回こういう一つの道を極めようとしている方に言うのも失礼な話なんですけど、囲碁をやめようと思ったこととかないんですか？そうですね、いやもう本当に入団試験中やはりね、はい、ね、もう
まあ、入団試験中はですね、次受けれるときにはやはりもう次なんだかんだ受けることしか考えてなかったんですよね、うん、なんであんなに受けることしか考えてなかったんだろうって思うぐらい、普通こうやめようかなやめまいかなってもうちょっと悩むだりとか、うん、悩む方も大勢いらっしゃると思うんですけど、うん、で多分本当に5しかできなかったんで、あのこうね、いろいろと才能ある方は学校の勉強もちょっとやってみようかなとかあるんでしょうけれども、うん、大学ね行かれる方もいらっしゃいますもんね。いらっしゃいますよ。で本当にそれもありだと思うんですよね、うん、あの続けるのがいいとか続けないのがいいとかそういうことではないと思うんですよ。自分がどちらの道を選ぶかっていうことだと思うんでね、うん、その中で、ね、自分はいやでもやっぱり GO やろうというふうについつい思ってね、そうですね、むしろ入団試験が全部終わってさあ家に帰った瞬間ね少し休もうかなと思ったんですが、まあ、そんな間もなく、ね、もうすでに、仕事が決まってたんで。あ、そうなんです。仕事が決まったちょうどね、師匠の岩田先生のお嬢さんの有村理恵子さんが、ね、はい、ちょうど、私が、ね、こう辞めようっていう時にちょうど中に赤ちゃんがいて臨月だったんですよね。で、そのありがたいことに有村理恵子さんからね、お仕事をたくさんいただくことができて、ともうすぐスタートしなくてはっていう感じだったんで、ありがたいことに。休む間もなくそのままずっと囲碁の世界に、はい、入ってよかったです。そういう形で帰ってよかったかな。で、うん、ふとね気づいてみるとこう、こう井山先生のようにお強い方でも365日なかなか笑ってはいられないじゃないですか、うん、ね、やはり囲碁の世界ってね大変。でも教える仕事だと365日ずっと笑ってられるなと、ね、毎日、ね、ね、目の前にいる方を喜ばせて、ね、まあ、喜ばせてというか私も喜んでるだけですけれども、いやいや、その中でね笑ってられたらあこれはいいことかもなと自分には合ってたかなというふうに思います。僕もの囲碁教室、岩田先生のお家で子どもの囲碁教室とも参加させてもらっていたんですけれども、今でもいるんですけど、こう子どもたちってまた大人に教えるのまた違うエネルギーが必要というか、そうですね、そうですね、ね、だってほっぽとくと遊んじゃったり喧嘩しちゃったりするし、すごいですよね、しょっちゅうみんな遊んじゃいますから ね、 ね、昨日もだって碁石を置き石を置くだけでもうすごいなんか盛り上がってたじゃないそうなんだ多く置いた置いてないみたいな感じです。何個置いてあるとかたくさん置いてたからなんですけど、ね、もう僕もね今視覚障害者に囲碁を教えるようになって、そのまあ普通ながらも、同じ立場だと、まあ、いうところで言うと、何か人に囲碁を教えるにあたってなんかポイントになるとか大事にしてるところっていうのは何かあるんですか。そうですね、まあ、ね、あまりこう全部をねこうその方が仮にねんっていうようなって言っても全部教えてしまうとね相手もあなんかどんどんめげてってしまいますからね、その方のいいとこと、まあ、そうでないところと混ぜながらっていうのもあるんですが、あとそれだけでなくこうその方としばらく打ってると、ね、その方がこう積極的な碁を打つタイプの方と、あとまあどちらかというとね、うん、なんていうか堅実的なとか、まあ、あと、まあ、奥ゆかしい碁を打たれる方もいらっしゃるんですよ、ね、奥ゆかしいそういった時に、まあ、積極的な碁を打つ方っていうのは、まあ、でしてこう、ね、守りがちょっとおろそかになってしまうこともあるんで、うん、こうその守りのおろそかなところをねこうツンツンってたまにつついてあげてね、これ危ないですよ危ないですよっていうのをね見せてあげたり、逆にこう奥ゆかしい方ってねこちらがどんだけ手を抜いてもやってこなかったりするので、いつになったらここに打ち込んでくるのかなとか、うん、切るのかなっていうのをね、あずっと待ってる、そういうわざと隙をね残して、あでもまあ結局はねその、うん、まあ、私と例えば打つことで喜んでいただけるっていうのが本当に何よりなんで、もうただただ喜んで笑っていてもいいかなとは思うんですけれども、うん、ただその中で一つでも二つでもね、あこれはいいこと聞いたって思えるようなことがね言えたらいいなとは心がけています、うん、あなるほどね、はい、一つの語にいろんなこう要素があって全部教えちゃうっていうのはこう僕もその教える立場としてやっぱ頭がパンクしちゃう気がするんですよね、うん、ですです。なのでこう本当にポイントを絞って今日この対局で一つでも一つ持って帰っていただきたいなっていうものを教えるようにはしているんです、
大事だなことだなと思います本当に。そうかそうか、なるほどね。あとは村瀬さんはあの囲碁ライターとしてこう記事も書いたりとか詰め碁を出したりとかそういうこともなさいますけど。はい、そうですね、あの主人があの囲碁研究という囲碁雑誌をの、まあ、編集長をやっている関係で、うん、その雑誌の、まあ、あの私の名前は出ないんですけれども毎月20問の、うん、まあ、詰め事手筋と合わせて20問の問題を出してまして、うん、それを毎月担当してます。自分でいつもこう机になってると思うんですけど、どんな時になんていうんですか囲碁のこう詰め碁は頭に浮かぶという、ね、5番の前でできるんです。皆さん同士で打ってる碁の中からあこれ使えるって思う時もありますし、あとこうすごいでももうすごい冴え渡ってる時にはこう、ね、テレビで違う番組見ててあ今なんかできたかもっていうような時もあります。あそんなのもあるんですか。全く違う。たまたまなんか頭の片隅の方でなんかちょっと手筋をなんかちらほら考えてたんですかね、なんか、はい、これできたってちょっと並べちゃってあってきてるかもっていうこともありましたし、すごいじゃん、また番がなくても思いつく時もあるんだ、冴え渡ってると。すごいですね。いやいや、でも初めの頃はですね、はい、自分はその詰め子を作る際には絶対ないと、なんならもう三目中でしかできないだろうなと思っていたんですよね。三目中でしか作れないって思ってたんですけれども、うん、なんかある時こう棋譜並べしていて、あここの場所のこの部分がなかったら問題になってるかもなんて思い出したのが初めでしたね。なるほどね。はい、とその中であこれ形がなくてもあこれでできてた、まあ、最初に作った頃のってでもまあしょうもないし、うん、問題だったりもするんですけれども、いやいやでも時にあだんだんコツが分かってくると、うん、だんだんすっきりした問題をね、まあ、むしろこうすっきりした、ね、コンパクトな問題でだけどちょっと、ねまあ、わさびが効いてるような、ね、うん、だけ難しさがあるような、ね、喜んでもらう、ね、村瀬さんのこう出してる詰め子いつも解かせてもらうんですよ、うん、すごくシンプルかつちゃんと要点を捉えた形だなって思うんですよ。 ありがとうございます。なんか無駄な石がない、本当にそのフォーカスされてるポイントにフォーカスされてる詰め子だなって思うので、すごく詰め子を作る才能があるんじゃないかなって僕は勝手に思ってます、ね。ありがとうございます。もう、はい、楽しんで作ってます。楽しいこと一番ですよね。そうですね、本当に。さあ、そんな詰め子にもなりそうな今日は碁ができるか分かりませんけれども。今日は9路盤で、そろそろ対局をさせていただきたいと思いますけども、はい、よろしくお願いいたします。楽しみですね。こんなにお話ししたらもう相当強い方っていうのが分かっちゃったと思う。そうですよね、9路盤また別ですからね。私なんか9路盤って、ね、いやいやいや入門者の方にしかやったことがないとか。でも9路盤すごい奥が深いんですよね。もう詰め子のようにも思えますよね、これだけ狭い世界っていうと。そうですね、じっくり考えさせていただけるならいいんですが ね。いや時間が8時半までというある程度の枠組みは決まってますので中で頑張ります。1手に10分ぐらい考えたくなる。いや、はい、ではこちらですね、これから使う5番は私たちの手元にあるのが IGO2 という5番です。 9×9 の線が立体的に浮き上がっていまして、ここにこれから座標を言いながらご石を置いていきます。皆さんから見て一番左上こう1の1ということに固定しています。1つ右にずれると2の1、3の1、4の1、5の1という順番に右にずれていきます。下に行くとそのまま5の2、5の3、5の4、5の5という形で真ん中5の5点元という場所に行き着きます。なので皆さんが見て一番左上が1の1で右下が9の9という座標です。視覚障害の方はぜひこの碁石をこの碁盤を手に入れて、並べながらこの対局を楽しんでいただけたらと思います。見える方はこれから菊澤さんが画面に碁盤を出しますので、それを見ながら囲碁ってこんなものなのかっていう感じで見ていただけると、いいと思います。よろしくお願いいたします。それでは対局の準備をお願いいたします。菊澤さんではお願いします。本日はもう本当は僕が石9個ぐらい置きたいんですけれども置く場所なくなっちゃう、全部死ぬ
キューロ版でチューブ、さすがに勝てるかなと思うんですが、わからないですね。今日は黒番私で、白番村瀬さんで、込みなし、ハンデなしという状態、ハンデは、黒があるという状態で打ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。普段でもカッキーはこれにね、慣れてるからあれだけど、私はなんかこう、一夜漬けのように、ね、いやいや普段入門者の方としか打ったことのないような番で、なんで。でも囲碁は囲碁ですから。プレッシャーかけられた。負けないように頑張りたいと思います。皆さんもどんな碁になるか楽しんでください。途中、村瀬さんの次の一手は当てようっていうコーナーもありますので、その時は皆さんぜひこぞっていろんな手を想像しておっしゃってくださると嬉しいです。それでは対局よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では黒番初手。初手天元5の5です。ど真ん中。白は、5の7。はい、2手目白5の7ですね。1手目黒が5の5、2手目白が5の7。1つ飛ばして下に打ちました。で、私、黒番、次の手は5の3に打ちます。縦に一個飛びで碁石が並んでおります。本当飛び石のようですね。ね、五の三。じゃあ、村瀬さん、あ、どうぞ。はい。七の。大丈夫ですか？いい、大丈夫です。はい。白四手目、七の六。白は7の6で右側に桂馬に飛びました。一番自然な手ですね。え、自然ですか？やった。あれ、黒が、え、白が、白、よかったです。ほっとしました。どうしようかな。いや、菊沢さんね、もうキューロ版のスペシャリストのような方みたいなんでね、むしろ。いや、そこまでじゃない。そこまでじゃないです。そこまでじゃない。まあ、AI も見てるんで。いやいや、すごいです。じゃあ、白、あ、失礼、黒、後手目、4の7、つけました。石をくっつけて攻めていきます。白6手目、4の6。白は今打った黒の上、4の6に打ちました。戦いが。複雑な形ですね。ね、戦いが始まってきましたので、これはもう、戦いを仕掛けた、私としては受けるところです。黒、5の6。切りを打ちます。はい、この6は絶対の手ですね。こうなったら5の6切るしかないぐらい。やっぱ白4の8だと込みなしだと勝てなそうですもんね。そうなんですよね。なんかこう4の8に受ければ穏やかだろうなと思いながらも、そうこう込みをもらっても負けちゃうかもしれないぐらい。こんな感じに見えて、じゃあ白3の7。白3の7で一目黒を当てました。あれ、音が消えて、はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですね。BGM は今消しました。はい。あ、どうしよう。こうどうしようですか。なんか柿島さんどうしようっていうとすごく私の中で不気味なんですよ。不気味ですか？どうしようですか？可愛いキャラをちゃんと保ってるんですか？失礼しました。いえいえ、これは囲碁の格言通り二目にして捨てよという格言の通り、
4の8に黒1個逃げます、うん、まあ捨てるかは分かんないですけど、ね、そうですよね。え、じゃあ絶対これ2目私のものなのかなと、ほっといてもとか思っちゃうんですが、まあ盤面によって変わりますから。どうなるか、ね、白3の8、白3の8、10手目ですね、はい、黒の今打った左側に打った形ですね。つきました、はい、じゃあ反対側から黒6の7、一目白を当たりにして次取るぞっていう形にしました。これは2子捨てようって手ですね。ということですよね、はい、その代わり7の6の白を分断して右側を黒の陣地にしちゃおう作戦ですね。全部喋っちゃいました一応こうね、自分の考えも伝えた方がいいかも。そう、そういうことですよね。手を打たずに打つんだ。どうしよう、これね、だからといって、ね、普通だったらこの8の一手なんだけれども、7の3に打ってみたい気もするし、なるほど。もう本当ならね、ここで菊沢さんに聞いてみたくなるようなとこではあるんですが、でも一人で考えなきゃいけないみたいなんで、どうかしら。じゃあ7の3。お7の3に打ちました。はい、もう強い人はね、ただ当てただけじゃついてくれなかったら逃げてくれないんですよね。取らなかったんですね。はい、そうですね、そういうのかな。いや、なんかこう誘いの隙のような気がしてしまって深読みしすぎたかもしれないんですが、黒はどうしたらいいんでしょう。くれるものはもらった方がいいのだろうか。まあ両方ありそうで迷いますよね。白も黒も取れるのを、あえてこれで無視するっていうか、取るのがいいか確かに。じゃあこの白はいつでも取れるという希望的観測を思って、黒7の2に打ちます。白が7の3に打ったので、その一つ上に7の2につけました。つけましたね、はい。じゃあそろそろ取っておこうかしら。5の8。これで5の8で取るんですかはい、なんかね、そろそろなんとなく、なんでかと言われると分かんないですけど、 なんで取らないのと子供たちに叱られそうな気がするんで僕も本当はね、もらうものはもらっておきたかったんですが、じゃあもうそれはあげます。でも絶対に取ってもらえるように6の8でさらに白を当てます。じゃあ白は、ああでもなんかここで打てるのかな、いやないな。4の9、亀の甲で取っておきます
じゃ2目を4の9で取りました。2つ黒が取られました。2目こうしてみると大きいなと思うかもしれませんが、そうですね、大きそうにね。もう上げちゃいましたから、黒はどこがいいでしょうか。よく亀の甲って60目って言いますよね。60目あったらもう勝ちですね。ねえ、僕負けましたした方がいいんですよ。19路のことですからね。あ、そうなんですね。じゃあ黒も断点をつなぎます。6の6が実は断点があって白に切られちゃうところなので守っておきます。黒6の6、はい、これ次の一手って。あ、そうか、もう忘れてました。面白くないですか。ちょっともうちょっとだけ考えさせてください、はい。次の一手にするかどうかを、はい。どこにするんだろう。なんだこれ。いやー、わかんない。どうするんだろう、この後。自分が決まってないのにね、ここで次の一手って言ってもね、皆さんに考えさせて、むしろその答えを聞いてから打ちたくなるような。これ、オーディエンスと変わらないです。それでもいいかもしれない。オーディエンスしたくなるような。あんまりね、場面が埋まると、今度はこう選択肢がなくなってきますからね。あ、そうですよね、うん、もうこんな広い場面でというよりも私は今どこに打ちたいんだろうか分かんないときにね、人様にじゃあここで次の一手です、皆さんの考えを教えてくださいみたいな感じで、どうしよう、なんかこれどう打つんだろう、焦点は分かりやすい感じですけどね、うん、これこんばんは、ごきげんよう、ごきげんよう、こんばんは、はい、川崎さんどうしました。まだ重いですよまだまだ手伝ってじゃないですよ、はい、でもね、ちょうど時間つなぎにちょっと喋っててくださってもでもそうですね、じゃあここでうーん、次の一手かな、私の打つところはそこかな、うん、どこかな、そうですね、まあ、大体優柔さんだから考えたところで永遠に考えちゃうから、じゃあここで次の一手にさせていただきます。わかりました、じゃあ次の一手をチャットで菊澤さんにお伝えください、はい、そして視聴者の皆様はここで村瀬さんが次どこに打つかを座標で、ミュートを解除してお話ししていただくか、あ、ちょっとまだ私が書き込んでからにしてくださいね。あ、そうですね、すいません、書き込んで、そうで決まってからですよね、はい、やはりね、先に言われてしまうと私もちょっと気持ちが変わってしまう。確かに確かに、はい、今のうちにどの辺かなというのは皆さん頭でちょっと想像しておいてください。私ならこことかね。見出し4、10、8、あれ、ごめんなさい、あ、すみません、菊田さん、川崎さんの音声ミュートにしてください、はい、菊田さん届きました、そちらに、はい、はい、次の一手決定しました、はい、それでは次の一手のコーナーです。ご視聴者の皆様、はい、まあ、菊沢ちょっと言ったけどダメダメ言っちゃダメよ、ダメよヒントになるから、ね、ご視聴されている皆様の中で村瀬さんの次の一手がどこかを予想していただきます。そうですね、はい、予想箇所が決まった方はミュートを外してお教えいただくかチャットに書き込んでいただいても大丈夫です。お願いします、しばらくお待ちください。どこに来たらやだかな、でも自分でも考えておこう。
お、8の8というチャットが来ました。7の5、8の8。お、7の5も来ました。8の8、6の2。あ、皆さんすごい、今日はすごいですね。どんな手が。7の5、8の2。お、8の2、ありがとうございます。 6の2、8の2、8の8。いや、皆さん8の列好きですね。あとは7の5。7の5と8の8と6の2。あと何でしたっけ？8の7というのを持ちました。8の7。8の7。やっぱこの2子、ね、うん、から。お、8の2、2票入りましたね。やっぱこう皆さん、皆右側の白の2子に。そうですね。うん、そっちじゃない、左側はないですかね。左側ないですか。お客様の中で左側に意識を向いてる方いらっしゃいます。左側だったらどことかありますか。菊田さん、いい促しですね。三野さん。お、三野さん、ありがとうございます。良さそうです、ね。三野さんの飛びも良さそうですね。あ、そうすると左側一体が白になっちゃう。そういう。結構出ましたよ。1、2、3、4、5、6箇所出ました。すごい。今までで一番多く出たんじゃないですか。じゃんじゃん来ました。うん、いやいや、やはりね、皆さん言ったもん勝ちですからね。うん。はい、みんな結構この中にね、正解があるのか。そうだ。でも。なんだろう、皆さんがおっしゃる手の方がなんか良さそうに見えて。え、そうですか。変えてもいいですか。いや、変えちゃダメです。変えちゃダメです。だってせっかく皆さんにいい意見聞いてるのに。六の三。六の三、ぶつかりという手も出てきました。なるほど。いや、皆さんの意見聞いてて勉強になるのに。確かに。その手じゃ変えた方がいいかな。なんか全部いい手に思いますね。確かに。じゃあ答え合わせしましょうか。もっといい手かもしれない、ね、もっといい手もありましたね。私たちよりね。菊田さん、お答えをお願いいたします。選んだ手は4の4でした。あ、4の4。これは当たんないですよ。これは当たんないですね。これは当たんないですね。そうですよね。なんだろう、後でもう一回ぐらいやった方がいいですか。いや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 、4の4か。なんか申し訳ないような皆さんに。こんな手打つのっていう感じですよね。そうか、なるほどなるほど。え、これどうしよう。ではちょっと待ってください。こうこうこう。では4の5に黒出ます。覗きをつながなかったですね。4の4の白に対して4の5。バカはなしとか。つながないのもさそうですね。なんかつないでると。勝てない気がしたんで。どこ打つんだろう。あの、皆さんに言っておきますが、今日僕か本気で打ってますからね。私も本気です。ただね、菊沢さんから見たら、ね、お味噌の話とかしてましたけど、味噌の話しましたけど、ちゃんと打ってますから、僕。味噌の話の方が聞きたかったけど、でもこっちもかな。すごいハイレベルですよね、やっぱり。じゃあ、5の4。おお、出ました。おお、反発に反発を。またすごい。5の3の黒が
切られてしまうんですが、あえてそれを良しとするかしないのか。切りながらつないでる感じがする。そうですね。いやなんかいつも村瀬さんに出されてる詰め子を思い出してきましたね。じゃあ緩んでください。いやいやいや。こうこうこう。いやこんな。でももう耐える。詰め子出さないですもん。黒は白、5の4に対して6の4で右側から押さえたというか、はい、ここは大事そうですね、うん、ここはなんかやっぱ死守しないと、うん、では白はそうですね、じゃあ6の3あ切られた。そうですね、これも当然です、絶対でしょうね。どっちか潰れそうな形。本当ですね。いや本当ですね。上の黒と右側の白の戦いで、これ途中でこの碁終わるんじゃないかって。ね、なんか。終わったらどっちかというと白がかなり怖い感じですけど。え、白怖いですかこれ。やはり。白怖いんですか。ね、なんてことを私にだけ言ってください。白の方が怖そうですけどね。そうなんですか。そうなんだ、そうか、うん、どっちから行きたいかな、まあ、一回いや難しいよ。多分白は捨ててもいいっていうことか、うん、では黒4の3で2目先に白を当てます、うん、さっき2目いただいたからといってその2目をあげるわけにはいかない。2目同士仲良く分け合いっこしましょう。いやいや、その2目やけに中央ですからね。分かってないんで。じゃあ白は3の4に逃げます。ああ逃げられちゃうんですか。ですか。ああ。こうこう。うん。こうなんか潰れそうですね、どっちかが、うん、あさっきそれ菊田さんが言ってた。まあどっちかの白が取られそうですね。え、なんてこと言うんですか。そうなんですか。なんてこと言うんですか。菊田さんまさか僕の味方。僕の味方ですか。味方っていうか。いや、カッキーは全部取られるかもと思ってるかもじゃないですか。そうそう。ねえ。持ってる持ってる。はい、では一回黒、3の5に出ます。白3の4に対して3の5、下から伸びていきました。うんうん。では白は7の4。もう一回当てます。出てきた。そっか、なるほど。これは白
ちょっと気持ちいいとこですね。そこだけね。もうさっきはつなぎたくないからきっと投げるんじゃないかなと思ってるんですけど。いやだって中央で4個になるなんてね、そんなお団子ができるだなんて。投げたいですね。では黒3の3に出まして、継がずに3目当て返しました。おこれという当ててるような感じです、ね、形が悪いから捨てましたね脱がないと黒1個だけだったらあげますなんかあげると言われるとなんかそれはドクリンゴなのかと、ね、なんかそのこれで出会いがどうなのか、ね、黒のあたりはなんかドクリンゴだと困るんでじゃあ2のように逃げます。あ、逃げられた。もし毒リンゴだったら困るもん。取らなかった。逃げられた。そうか。じゃあ、つなぎます。え、それリンゴ毒が入ってなかったんですか?1、2、3、4、5。6の5で、つなぎました。今度はつなぐ。これはつなぐ必要あります、ね。ただ、まあ、そうですよね、きっとね。取ってた方が大きそうな。取ってた方が大きかったですか。それそうです、ね、前に言ってくださいよ。なんで今更言うんですか。そんな守ってから、あ、ね、逃げてから取った方がいいですよって。そんなバカな。ヒントになっちゃうからね。そうなんかです。そう、菊田さんどっちもヒント言ってる。そうそう、なんだ、ゲストの味方だとてっきり思ってたんです。すいません、なんかどうなっていくんでしょうこの後は。じゃあ。2の6、あ、ごめんなさい、2の5。2の5曲がったって形ですね。うん、それ打たないとなんか4個取られちゃったら困るんで。ああ、そっか。おお。なるほど。いやーこれは大変だ。これ打つしかないかな。じゃあ一回2の3で黒、白を追いかけるって言うんですか、これを。うん。やっぱりまだなんか白の5個が狙われてる気がするんで。この白5個を取りたいなと思って。ね、それ取られると困るです。3の6に守ります。はい。3の6で守りました。はい、これで下の白とつながりましたね。ああ、そうです、ね。とかないと2の6に打たれて。大変なことになりそうだった、うん、そうですねダメ詰めて守るのが良さそうですね。そうですよね。3の6に、そう、どうなっていくのか分かんないけど、黒6の2で黒1目を助けた形です。黒6の2、はい、まだこの白が3つ4つ右側にいますね。でね、作り手の私としてはこれは7の5に打っ、あ、ちょ待ってください、ね、7の5、7の5ですか、はい、すごい、これは多分詰め子の最たるこういう手筋なんでしょうね、うん、きっとね。7の5大きかったですね。一回出たかったかな。それだけはないとか言われちゃったらどうしようかと思って、はい、黒が打った時だけその時言うの、ね、黒8の7に打ちます。8の7、はい、
一つ飛びで打ちました。そうですね、では7の7出てみる。7の7に出ました。次黒は全部真ん中の黒全部当たりが来るので8の7で抑えました。8の77の8に抑えました。失礼しました。ここで本当は次の一手やりたかったぐらいなんですけどあ、すごい、これ詰め子ですねできればここで皆さんの意見聞いてみたくなるような。なるほど、そんな。でもね、次の一手が次の2手になっちゃいますもんね。そうですね、そうするとまた時間が延長してしまうという。そうか、そうか全然時間のこと考えてなかったいい、大丈夫、僕は考えてますので大丈夫です、よかった。じゃあ8の8 8の8、これ8の8です。はい、この点でね、次の一手にしたかったです。なるほど、すごい、さすがですね。しょうがない、黒は8の9で当てを打ちます。はい、白1目を当てた手です、ね、じゃあ9の8、はい、逃げましたので、これは追いかけるしかないから、はい、さっきの格言の通りですね。9の7で白8、9の8に対して黒9の7で追いかけました。7で追いかけ、はい、だんだん速くなってきましたね、スピードが。追いかけ、大丈夫ですか皆さん、出てますか今2目が白がわざとね取られに行った感じですが、はい、ですが、ここで6の9、はい、6の9で黒 1,2,3,4 いっぱい当たりです。中央の黒全部が今白に囲まれてるんですね。そうですね、なのでこれは白を取るしかない。9の9で取りです。9の9、うん、取られたんですけどわざと西捨てたんで、ね、そう気づかなかったわけじゃないんです取られるのが適当絞りっていう形で、はい、あれはもう正解言ってくださってる。あれ助言じゃないの、はい、そうですね。菊田さんが言いたいからしょうがないです。そうか。はい。取ったと、今2目取られたところの中に8の8。はい、放り込みということで、これはまた黒全部が当たりになってます。中央の白、黒は全部。放り込みって言って、わざと取られる形ですね。そして黒は、これはもう取るしかないから、9の8でこの白を取って、当たりを回避しました。はい、9の8で、9の8、はい。この黒さんたちはどうなってしまうんでしょうか。分かんなかったわけじゃないんですけどね。ここでね、5の9。はい、5の9をつなげですね。最後に打ちましょう。こうして、こうして、こうして。どっちがいいのかな。これでもいいか。1、2、3、4、5。8の5に打ちます。8の5。この白を取りたいなということで。狙っているんですね、右側の白 1,2,3,4,5,6 目を。すごい。ですが黒も弱みがありますので白はどう打てるんでしょうか。どう打つんでしょうか。じゃあ8の6、はい、8の6、黒の間に出てきました。そうです、かなりギリギリに見えますけど、9の6に打ちます。9の6で、あと白は2手ですね。あと2手で取れるんですが、黒の形もどうしてるでしょうか。今、白が8の6に対して黒は9の6に右側に打ちました。右側に、はい、
では年間の7-9、はい、7-9に移って、またこれ黒中央の黒全部当たりになるんですね。8-8に白が打つと全部取られちゃうので、8-8に黒つなぎました。なりましたか。最後に9の最後まで打ちましょう。9-5、白は9-5に打って、これは一見黒の間に張り込んでるんですが、実は黒が全部取られてる形ですね。右側から中央にかけての黒が全部取られる形です。よいしょ。いくつ取られました、菊澤さん。はい、数えてください。17。はい、17目取られた形ですので、はい、これで黒投了でございます。負けました。よかった。さすがですね。いやさすがですね。そんなことないです。最後の決め手が気分よかっただけです。まあ、ある意味初心者講座にしてこう石の取り方を教えたという形になったんでしょうかね。石灯絞りが、はい、ね、実践で、ね、9路盤でね、ね、綺麗に出ましたね。9路だと結構出ますね。爪子みたいな筋が結構出て、はい、できるんですね。そうなんですね。待ってませんでした。参りました。あ、いえいえ、ありがとうございました。いや、勉強になりました。いえいえ、どうですか、一曲打ってみて、こう今日の番組も出たのも感想も含めてちょっと一言。そうですね、もうなんか打つことに夢中になっちゃってました。でもそれはやっぱりね、囲碁の好きな方というか、これまでずっと囲碁なさってた方だから、やっぱりそれは必然というか。そうですね、でもこの番組を通して、ね、やはりこう囲碁を通じて私自身がよく一番感じているのは、こう例えばこういった世界に入らなかったら、大体同じような自分と同じような年代の方と過ごすことが多いかなとなってしまうがちな中で、碁を通じて今はですね、毎週下は4歳の子から上は93歳までの方とこう毎週のように接しているんですけれども、はい、そうやっていろんな、ね、年代の方と接することができて、でまたこうやってね、カッキーのこういった番組に呼んでいただけたおかげで、ね、また新たなつながりができて、ね、またこれに参加したい子どもたちが出たら、こんな素敵なことはないなと、ね、思いますし、ね、大人の方でもね、これをご覧になった方にね、こうぜひぜひ、ね、その一歩を踏み出して見ていただけたらね、また新たな碁の面白さが広がるんではないかなと思います。はい、今日はでもこの貴重な経験をさせていただきました。いや、こちらこそ貴重なコメントいただいてありがとうございます。いや、もう本当に勉強になりました。ゲストで今日はお呼びしてましたけど、フラッとこう毎週木曜日やってますので、来ていただいても大丈夫ですか。はい、いつでも遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、番組も締めに向かっていきます。足利さんからこの5番の宣伝を、ちょっといつもの上田さんのやっていることをお願いいたします。はいはい、じゃあ5番の宣伝とホームページの方も一緒にしてよろしいですか。はい、お願いいたします。はい、本日使いました触れて楽しめる、そして石がずれない愛碁2のご紹介です。こちら販売していますのは神奈川県にございます社会福祉法人神和学園です。電話番号が0463-325325、0463-325325となっております。9路盤の他にも13路盤、19路盤もございます。全国に発送いたしますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせしてみてください。続きまして、柿島さんが代表理事を務めている一般社団法人日本視覚障害者囲碁協会のホームページのご案内です。こちらは日本視覚障害者囲碁協会と団体名をご入力していただくと検索できますし、柿島さんの名前をご入力いただいても検索することができます。URL もお伝えしておきます。https://
aigo.tokyo/ aigo は AIGO、 東京は TOKYO です。もう一度申し上げます。 http:失礼いたしました。もう一度申し上げます。 https://aigo.tokyo/です。はい、ありがとうございます。そしてですね、今日は、今週末に行われる番組の宣伝を、以前ゲストにも来ていただいた高橋生徒さんと、それからフォローで、原香織さんにお知らせいただきますので、少しミュートを外してお入りください。どうぞ。はい、すみませんが、今月の、12日なんですが、2時半から4時までミラクルテレビで心のバリアフリーっていう僕が話をしますので、よろしくお願いします。当日は多くの方々に参加してもらいたいので、ぜひ来ても参加をお願いします。僕が どんな方に心のバリアフリーを言うのかをお楽しみにしといてください。以上です。ありがとうございます。高橋生徒さんがじゃあ司会とかも全部お話をして、自分の考え、ご自身の考えをこう話されるっていうことですよね。玉木さんと、あ、玉木さんとですね、お二人で。玉木さんが司会をして、はい、で僕が、伝えるという形、うん、当日は、もしかしたらなんですが、プロの車椅子ダンサーの方をゲストで出て、じゃあ参加してもらえるかもしれませんので、よろしく。わかりました。ありがとうございます。12日の日曜日14時からこの同じミラクルテレビのアカウントで放送いたしますので、皆さんぜひご視聴ください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、また来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は司会の柿島光晴と、足利幸子と、宇沢雅人と、村瀬夏でした。ごきげんよう。ごきげんよう。どうもありがとうございました。二宮です。